どうして姉ちゃん、僕の邪魔をしないでよ。今父さんに会われるとちょっと困っちゃうんだ。あなた一体何をしようとしているの？向こう側を正しい世界にするのさ。そのために邪魔者は消す。たとえ姉ちゃんでもね。戦うのか？ええ、それしかなさそうね。ねえ、タクヤ、この先の戦いでは2000以上の HP が必要になってくるわ。魂の強化をしたり、サイドストーリーや特別クエストでチームを強くしていけば必ず勝てるはずよ。あいつは魂なのか？わからない。だがそれと同等の力を持ってることだけは確かみたいだな。お願いね、タクヤ。私をロストまで連れて行って。絶対に、絶対に諦めないでね。えっ、いくぜ。えっ、はっ、はっ、えい、はっ、落ちるか。えい、はっ、これでどうだ。はっ、落ちるか。はっ、行くぜ。はっ、えっ、落ちるか。えい、落ちるか。えっ、えい、落ちるか。楽勝だな。倒したな。道を開けるのよ。私はロストに向かう。さすがは姉ちゃんだ。甘く見てたよ。仕方ないか。今の体じゃまだ勝てそうにないしね。でもいつまでも順調に行くとは思わないでね。どういうこと？もう僕は姉ちゃんの知ってる僕じゃないってことさ。これからもどんどん強くなる。それにその男のことだっていつまでも騙せないよ。どうせ本当のことは何も伝えてないんでしょ。それは悪いことは言わない。引き返すんだ。父さんはもういない。どうあがいたって過去は消せないさ。納得いかないな。なぜあんな思いをさせてまでロストに向かわせるんだ。言っただろ、他に方法はないんだ。それにまだ雪自身は知らないことなんだが。なんだ？雪はロストと深くつながっている。ロストが広がり続けることで雪の生命力は徐々に奪われているんだ。ロストにたどり着き、あの場所を何とかしないとやがて雪は死ぬだろう。なんだって。